こんなあんな大事件になるか分かった。あの時なんか俺も気狂ってたんですよ。お前が先に出てたじゃん。はい。あれ動画で言っとんか、ちょっとだけやらかしちゃったよねみたいな話は。ペナルティはすごい課せられてる。はい。もうすごい地獄の半年間を過ごしてるもんね。はい。喋りたくなった。そうでしょう。俺はもう近く喋りたいです。ハウスも入りたくなかった。そういうことやな。ずっと車で。会社にとって迷惑なんかはどうでもいいもん、ね。お前にとって損をしたんだもんね。なんで俺はお前好きだけどな。ここはやっぱ優しいというか心ね、真ん中の部分が。お疲れ様です。あ、それ着きました。着いた。本日の動画はですねしょうもないっちゃしょうもないんだけどですね、岡部が先に出てないじゃん。はい。あれ動画で言っとんか、なんかちょっとだけやらかしちゃったよねみたいな話は。いや、あまり内容は触れてないです。どう、視聴者の人にはあんまりわかんないけど、ちょっとまあいろいろあって元気ない時期があって、この間2回ぐらい出たのかな。はい、出張から。メインではないけど、はい、2回出て、あ、出張にちょっと行っとって、はい、島流し食らって、はい、島流し自分から行きたいって言ったのかな。まあちょっと元気がない時期と被ったんで。うん、やっぱ建設業って、まあ、お前も携わっとるでさ、まあこの建設業をメインにしとるチャンネルだから、なんていうんかな、そのうまいこと伝えれんけど、まあ建設業ってこうだよねっていうのがさ、その、まあ YouTube だと本当に悪いとこだけが映るじゃん。はい。まあネタになるからそこが。はい。だけど、まあこうやって岡部も、まあ、問題児だけど、もううちに来て1年以上経つのかな。松田くんと時期一緒って、松田さんと。1年半ぐらいかな、だね。あ、2年。2年です。2年か、はい。で、ちょっとずつやっぱ変わってきて、あいつのあれお前一緒にいただろう。あれミオだったかな。僕です。帰省の、ちょっと涙してしまった動画です。あれは感動だったけど、はい、そうやって、さ、あいつもさ、そういう施設で過ごして、まあいろいろ、いろんな人とも出会ってさ、やっとんだけど、建設業ってまあさ、うん、まあいいとか悪いとかじゃないけど、まあ、もうそういうもん、もんって言ったらなんだけど、まあだけど、うん、逆に大学出てるのは子供できないじゃん。はい。どっちがいい悪いじゃなくてね、その建設業はじゃあ頭悪いやつ、勉強してないやつがやるとこじゃん。俺たち勉強してるから大学行って、俺たちはこういうとこで働くからお前ら吐きだめだよとかじゃないんだよね。得意なとこが違うだけだから。確かにそうです。そうそうそう、はい、どんな世界でもさ、一生懸命やってる人とやってない人ってそこに差はあっても、業界に差はないから、はい、得意が違うだけ。高校行った人、大学行った人の方が偉く見えがちだけど、別にそうでもないじゃん。建設業に入る子ってその中でも特にマジ、いや、お茶かかってダメになってく人って、なんか建設業にいない感じがするんだよね。建設業って本当そんな生半可なもんじゃないかな。そうですね。こうもうだいぶ涼しくなってきたけど、地獄だよな。はい。今ミッチンとこ行っとったんだろ。ミッチンとこに行って、まあ1ヶ月ぐらい行ってたの。なんか、ガチガチにやられてるしね。ずっと言ってたみたいです。あれ、リッチってそうじゃん。まあでも、飯食わしたりとかさ、飯食わしたらどうじゃないけど、やっぱご飯食わして、まあ、酒連れてとるかどうかわからんけど、はい、うん、可愛がっとるから怒れるだろうしな。はい、うん、それ見習ってほしいよね。その、うちの人間だけじゃなくて、今の人。その、欲しい欲しいばっかじゃなくて、やっぱちゃんと与えるっていうかさ、ウィンウィンならまあ、だって本人が受けいいわけじゃん。はい。まあ、まあ、ないけど俺は。例えばお前を殴ろうかさ、はい、社長が俺に愛情で殴ってくれたのか、あ、この人ただ単に自分のなんかね、はい、自己防衛っていうかね、人を殴るやつってそういうことじゃん。そう、腹が立つっていうよりもどっちかっていうと攻撃されて、そのアクションでバンって手が出ちゃうわけじゃん、はい、うん、だけどね、やっぱそれがそいつのために殴った、まあ、それがいいとか悪いっていうか話はやめようね、コメント欄で、はい、俺は手出さんからね、はい、もう出したとこ見たことないだろ、お前異常会社入って誰かに。もういいですね。言葉の暴力が結構あるかもしれんけど、はい、ないだろ。はい、あるか、ほんまに。よく一回なんかバーンってここで手やりしろってなんか物投げた、携帯投げた。はい。それはあるな。はい。あーってなった。携帯。でもそれが愛だと感じたんで、今の僕はあるんで。まあまあそうだよな。はい。まあ、その時はカーってなっとるよ、それはもう。はい、なっとるけど。
はい、まあ、2、3日ちょっとしんどかったですけど、ね、なんで、はい、空気が。気まずいな、みたいな。はい、まあ、怒ってくれたら、まあ、あれですけど、はい。まあ、でも、人間関係ってそこだよね。俺もそうだしね。あ、こいつ、お前って、あ、心入れ替えたやん、こいつ。あ、すごいなーって。あ、この人としてこういう風だな、素晴らしいとこ持ってんなって思えるわけじゃん。まあ、いっか。とりあえず、岡部の話だよ、岡部が。どんな感じか。はい、行きましょう。見ます?はい。ミッチーガチガチに行かれたで、ね、元気に。その話を聞きたいっす。あ?どんな感じか。よし、じゃあ行ってみよう。はい。はい、お疲れです。お、綺麗な靴履いて。どうした？キッチンが止まったじゃん。いや、自分で。あ、でも一足買ってもらった。そう。なんか工場で。あ。長いやつじゃないかと思います。ミッチーとこ行ったらなんか、ボコボコにされてるって聞いてたね。いや、ボコボコじゃないです。あ？ボコボコじゃない。ボコボコってあの暴力じゃないでね。あのだいぶ叱られてる。そうですね。あれあれ履いて。面倒見てもらって。あ？面倒見てもらって。さあ、はい、お、いい顔になってるから。はい。もう案外安心したわ。あ、ありがとうございます。じゃあ、社会的に。でも遠いから、なんで今日は来てくれた？いや、よう残ったな。俺もやめると思った。なんだなんだ、来ました。うん。おいしいね。終わった。ん？カットしてます。まだ終わりじゃない。まあ、それぐらいの話じゃない。タクシーしてもらえば。まだ終わりじゃない。どう頑張って。そこがやっぱ違いだな。人のな。やっぱさ、人間ってさ、まあちょっと俺、お前撮る前に喋ったんだけど、建設業なんか、まあ俺らみたいなアホみたいなしかもなんと。人間ってさ、その、なんか核みたいなのが、性格があって、そこにいろんな人生で肉付けされて、で、なんか、その最後になんか自分の今の考えってあるじゃん。で、ここって変わりやすいけど、ここってなかなか変わらんじゃん。でも、そうそう。で、お前がやっぱこの根っこにやっぱいいもの持ってるから、止まんかったんだよな。最後はここで残って。お前、嬉しそうな顔してるじゃん。久々に褒められて、お前。メスとも5秒。あ？メスとも5秒。ちょっとショーみたいに泣けよ、今。いやあれでも、いや、僕泣こうとしたんですけど。泣けるなと思ったけど、翔さんが先に泣いちゃったから、うん、泣けないと思う。こいつ泣いてもらうの、サムダ。いや、そうは思わないですけど、まあいい顔になったんちゃう。はい、リッチな仕事はどうだったそう。いや、やっぱやったことないんで厳しいですね。あ、物の置き方だったり、あ、まあまあそうだな。チリ並べろとか、なんかあるんですよ、工夫した置き方が。その例えばこの配管のクラッシャーみたいなのあるんですよ。瓦の工場で、うん、その瓦をクラッシュするっていう。で、なんかベルトコンベヤーで流れてる、うん、瓦が、うん、で、それをこう蓋を外して点検とかそういう仕事なんですけど、蓋外してその蓋の置き方だったり、うん、そこで厳しいです。あ、で、変な風に置いたらお前へこんだらどうすんだみたいな。じゃあ丁寧に置けよみたいな。そうですね、そんな感じ。お前それはちょっとあるらしいぞ。この間ショーが言ってたな。はい、なんか今のこう、どう新しい入ってんじゃん。はい、まあ、同級生やったらしいですね。でもあんまり喋ってない、うん、結構いいらしい。で、岡部とどう言ったら、いや、完全に岡部負けてます。なんでって、ここは岡部結構ガツガツ系じゃねえのって喋ってたら、いや、岡部雑。お前、政治家みたいな笑い方すんだよ、お前。政治家が責められるみたいな笑い方だから今。雑かもしれない。でも雑ってそれこそ少年の部分じゃねえから、これは治るぞ。俺治ろうと思った、自分が。そう、まあ、お前、頑張って、じゃあもう、もう、ほぼ完全体に戻った。80%。あ、まだ 80%。まあ、またお前のハッタリが聞けると思ったら楽しみだわ。はい。あ、だからそこをやっぱり一回痛い思いして、会社にとって迷惑なんかはどうでもいいもん。お前にとって損をしたのもね。このあの大事件の方が、いや、まあでも話が広がったよ。もうもうあの時なんか俺もキープリッツなんで、ああ、その後
こは好きだけどな。ここはやっぱ優しい、心のね、真ん中の部分がやっぱ優しいから、ただ張ったりしたり、なあ、わけわからんわ、みたいな。小島もそうじゃん。はい、そうだけど、まあ、ここがあってさ、ここがどんどん腐ってっとるし、まあ、一緒におって社員だったら、あんまり俺別に使うもんだもん。芯の部分は良かった。いや、わかんない。それも見えない。そういうのって見えんじゃん。お前もその全部は俺は見えんじゃん。でもその、まあ、今まで見とる中で、俺もあいつ結構見とったからさ、面白くてね。俺が思うには、そこまで腐ってんじゃないかなと思うけど、外は腐り切っちゃってるとか、そうだよな。で、お前もやっぱここはあって、やっぱ外が腐った部分も腐ってない部分もいっぱいあると思うけど、腐った部分も。それはもう人間なんかそのもん、俺もそうだもん。みんな腐った部分もあるわけじゃん。得意な人間なんか絶対いねえじゃん。建設業なのは特に勤めとる人間やから、だって今日辞めても明日同じ給料もらえるじゃん。やろ、うん、だから普通のサラリーマンの会社辞める感覚と違うと思うんだわ。普通の会社員って絶対的に給料下がるから辞めたら、まあそういう中でよう残ったなと思うけど、でも絶対辞めるかなって思う。だってまあ出張とかも行っとったじゃん、はい、だからまああんま関わりたくねえんだろうなって。いや僕がでも行きたいとは言ってるわけじゃないですか。それは行きたいって言ったのか、次のやつ、次の熊本のやつですか、うん、熊本を僕行きたいって言った。もうとりあえず今ちょっと離れたいみたいな。離れてる。でも離れた、かわいい顔するな。離れた方がいかん、いかんすね。あ離れた方がめちゃいろんなこと考えるし、ルールになってたりします。ちょっとやめた方がいいですね。離れない方が良かったです。気になるんだろ、俺も性格そうだけど、俺の悪口言ってねえかなとか、あ、まあ、そうだね、なんか俺もうほんとクソだと思われてるだろうなとか、そう思います。そうだから恥かきまで隠しちゃうんだな、まあ、つまらんことも、うん、まあでもいいじゃん、今だいぶみんなと仲良くやっとんだけど。そうですね、一時期はもう全然言ってたな、俺の話を聞いても、うん、あいつも喋りたくなさそうでしょ、まあ、俺はこっちからも喋んないです、うん、もうハウスも入りたくなかった。そういうことだよな。ずっと車で。で、入った瞬間に、入りたくないっていうよりは、入った瞬間にちょうどなんか俺の悪口聞こえたらどうしようとかするよね。あ、そういうんじゃなくて、うん、入った瞬間に、みんなと一緒に、バッて注目されたら、はい、だから。それが嫌ですね。で、会話が途切れちゃうんだったら気まずいな、みたいな。いないでくれ。あ、そういうことだ。はい、もう今はだいぶいいんだ、全然。今はもう、野球とかみんなでやって、うん、最強チームとかやって野球の方が一番強い、一番かどうかわかんない、翔さん。いや、お前まだ 25 ですね。こうだもんな、クソもクソだったじゃん、クソ中のクソだったじゃん。いやでも一番今思うのは25じゃないですか、うん、で今会社いるメンバー、うん、全員結婚してるんですよ。そうか、そっちやばいな。いや別にいいだろ、30年までいいんちゃう。いやでもなんか、思うところはあるし、お前なんか出来上がってね、じゃあいつら言って出来上がってる、ある程度。でも出来上がるっていうのはある程度その伸びしろも減ってくるんだ、完成形に近づけば近づけば。だからお前はまだ未知数なんじゃない。いいとこいっぱいあるけど悪いとこいっぱいあるな。荒削りっていうのかな、それ多分な、削って、まあそういう直さなかんもんいっぱいあるな。でもいいとこやっぱそれが潰れちゃったらからな、そう。いや、まあ、まず自由にしていいんだよな、それ。あ、大丈夫ですか、使えますかね。いや、まあ、使うとは使う。ほぼカットのとこばっかりです。そんなことです。まあ、だけど、まあ、明日からミッチー行った。はい。あ、でも明日3日間行ったら終わりですね。何で終わり？もう1ヶ月ぐらいに行きました。おう、だから、明日から俺がいたんですよ。今 X デー、あの会社で僕がボチボチ詰めながら X デーから X デーから結構経つの？5ヶ月ぐらいですだよな、半年近くぐらい。ああ、よう頑張ったよ。僕ちなみに何やったか知らないです。お前、まあ、あんまり内容は覚えてないけど、はい、うん、内容はまあ大したことじゃないって言ったら失礼だけど、まあ、X デーなんです、うん、相当、いやいや、あのペナルティがすごい課せられてる、はい、もうすごい地獄の半年間は過ごしようよ、こいつは。マジでな、きついっす、ね、本当にきついと思うよ、俺は。地獄のペナルティー課せられてるんで、ね、マジで、はい、そういう意味で、いや、うん、まあ俺そんな方が楽だな。
あ、これがやっぱお前もこいつも似とる、はいろいろ問題があってこいつ会社来たけど、いやでも逃げる方がどうにもならない、正直逃げる方がどうしようもない、なんで、そうだ、どうしようもないです、多いじゃん、ね、あいつの、あいつまた飛んだぞ、車使っていいよね、ちょっとネタになるかもしれない、ちょっとうまくカットしてる、あのうまく使ってほしいんだけど、飛んだって内容だけ使ってほしいんだけど、ヒデ、はい、あの、さっき言ったの、なんか、あったんだ、で、ここ、使えるんだけど、で、お金全部出しまって、こっちがどうのこうのってやったし、たぶんこっちに返すと、返さんって、結構お金引っ張っと、部屋で全部出しまって、チキン入れて、石構えされたし、普通すごいな、で、そこ、俺知り合いだもんね、知り合いの知り合いだもんね、俺は、あいつ会ったことないけど、うん、もう本当に全然俺は知り合いじゃないんだけど、そこ間かんどるのが結構仲いいらしいんで、その、ま、プリウスで売って返したんじゃないですか、だから俺らも金もらってない、そんな金も誰ももらってない、多分変な金から借り方いろいろしようと言い訳してこうしたこうした会社に取られて嘘ばっかついて、うん、すごいじゃないですか、いやでもめちゃくちゃ学んだのは、うん、嘘つくより正直言った方が楽っすよ、そうそう、めちゃくちゃ人間ってそうならんだってこうなってこうなったら一歩引いて、こうなったら一歩引いていくもんで、だって最初からここ行っときゃ1回で怒られたことを、はい、10回怒られていくわけだろ、僕いや前までもちゃんと小さなことですけどなんか例えばなんか誘われるじゃないですか、お金ちょっとしかなくても あいいっすよいいっすよ、お金ありますよ、ああ感じで全然行ってたんですよ、遊びにとかご飯とか、もう今素直に言いますよ、もう正直に30円ですよ言えるようになりました、お前なんかキャバクラのやつ俺が出してもらえって言ったみたいな感じで、お前なんか俺はお前よりみんなに頼んだよって言っただけだろ、そうです、お前頼んでないだろ、頼んだっす、トシさん行く前にで OK もらったの、 OK もらいました、僕それ知ってるっす、見たっす、僕ほんまに見たっす、マジで、じゃあトシ君とカンタは出さないからな、これどう使えるでも、まあ、多分 今言ったら OK じゃん、 OK なんて言ってねえよって言ってね、見たの？いや、承認を受け行きたいとか言ってて、それ動画にしろ、はい、俺抜きで動画にしろ、はい、な、戦えお前も頑張れな、次回それ戦いますか、でも俺もちゃんと認識してないもんな、お前ら割り勘で行くぞって、そうだったら行くけどお前やめとけやつやめとけよって、みんな来たんす、言ったよなで、後から言ったらダサいじゃん、だから延長もそうだ。散々なんか飲んで、まあ帰るぞって言ったのに、まあ延長って言ったかも言って、いや、出すならみんなに説得しても5000円だけ出すよみたいな感じ。俺だいぶ戦いと思うよ、あれ。6500円からな。そんなもんだろう。ありがとうございます。まあ、ありがとうございますじゃねえんだよね。こそこそみんな、示しとるやつ買って示しとるやつ何人も。いや、別的に出すよ。いや、社長が多分示して置いてってるっす。社長いろんなところで指名して、女の子置いてってるんですよ。マジでじゃあ俺にしよう。この子指名だっつって、そのテーブルに置いてくるんですよ。マジで指名社長はあの時4人ぐらいいました。そう。やばいな、それ。やばいっす。これ使ってほしくないな。そうそう。それを使え。これ使ってほしくないよ、使ってください。まあ、だけど、前がこうやってな、成長して、また生意気になって、いいんじゃない？いや、でもちょっと仕事は仕事でやっぱ覚えてからな。その、あいつすげえな、やっぱ残って、根性あるわ、仕事も、ああ、そんなに仕事するやな。まあ、ぼちぼち給料もらうけど、まあ、ほんと。ちょっと俺、じゃあ、ショーに交渉動画になってるわ。給料あんま気にしたことなかったら、もう一回もらってんじゃん。いや、でも正直思ってるとかありますか。レイとか、まあ、こう、なんかやっぱ仲持ち同士で喋るじゃないですか。いくらみたいな。レイと1000円か。あ、マジでって思ってました。レイはどうできんの、あんま。いや、全然。全然ダメ？全然ダメ。で、それみんなの評価はどうかわからんぞ。わからんすけど。だけど、お前休まんでな。まあ、そうです。そこはまあ、翔にもちょっと話した方がいいじゃん。あんまりなんか言いづらいじゃないですか、そういうの。自分から言うの嫌だよね。まあ、こういうきっかけがあるっていうな。そうです。ちょっと俺、翔に言うわ。そこでお前、あの動画の中ではこれ、途中参加しろよ。何千アップルして。トライしたい。トライっすか、1000円じゃダサいぞ。ちょっと、なんかあれだもんな。1000円はちょっと安定というか。ああ。1500円。刻むなよ、お前。これ2000円ぐらいでいけんじゃん。2000円は無理だと思います。なんでいえよ。まあ、頑張ったんだよ。はい、じゃあ、岡部がね、皆さん、久々に、岡部好き結構でもおるでな。はい。岡部どうしたんだっていうか、また、生意気にだんだんなっていくと思いますんで。楽しみに見ておいてください。
じゃあ皆さん、ぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。せーの。また見てねー。